皆さん、こんにちは。1971年に漫才コンビ海原千里・万里としてデビューし、瞬く間にお茶の間の人気者になった芦川桃子さんと上沼恵美子さん姉妹。苦楽を共にしてきた二人は同じ年に結婚してコンビを解消していますが、近年では姉妹間のトラブルも話題となったこともありました。今回は上沼恵美子さんの元相方である姉の芦川桃子さんについて、姉妹間トラブルやこれまでのエピソード、現在などをご紹介していきます。芦川桃子さんは1949年11月29日生まれ、兵庫県三原郡南壇町の出身です。芦川桃子という名前は本名で、現在の芸名でもあります。芦川桃子さんは3人兄弟の長女で、2歳下の弟と6歳の年下の妹がいますが、前述した通り妹は現在もタレント司会者としても活躍する上沼恵美子さんです。そんな姉妹の実家は焼肉屋を経営しており、父親は銀行員だったといいます。さらに父親は演芸好きだったことや、かつては芸人を志していたということもあって、姉妹揃って幼い頃から演芸や歌に親しんでいたのだといいます。また祖母は浄瑠璃の師匠であり、太棹三味線の名手でもあったそうで、そのため芦川桃子さんは祖母からも影響を受け、よく浄瑠璃のモノマネをしていたそうです。それだけでなく、一家揃って芸事が好きだったことから、家族を中心とした緑劇団を結成したほど、休日には老人ホームで公演もしていたといいます。その後1971年になると、妹である上沼恵美子さんと姉妹で漫才コンビ海原千里・万里を結成し、デビューを果たすと漫才師としてブレイク。同年のお笑い賞レース上方お笑い大賞で銀賞を受賞し、アイドル的な人気を得ました。姉妹コンビとしてあっという間に成功をつかんだ海原千里・万里でしたが、実は芦川桃子さんは他の相方とデビューする予定だったのだといいます。しかしデビュー直前に相方が失踪してしまい、父親が上沼恵美子さんに「お前が行け」と声をかけ、急遽姉妹コンビが結成されたといいます。ちなみに所属事務所の要望で年齢差6歳のところを4歳と自称していました。ただ芦川桃子さんは妹の上沼恵美子さんより小柄であり、当時は髪を2つくくりにしていた印象から、芦川桃子さんの方が年下に見えたという人も多かったようです。当時は女性芸人というものはほとんどおらず、女性がお笑いなんてと言われるような時代だったため、二人は実のところ芸人をやることに前向きではなかったのだとか。また二人のデビューは1971年とされていますが、初舞台は1969年で名古屋の大須演芸場で、当時上沼恵美子さんはまだ中学2年生だったといいます。そんな下積み時代には先輩からの嫌がらせも多々あったといい、舞台前にホットカーラーや化粧品を隠されるなどは日常茶飯事で、着替えも男女同室でさせられたといいます。そんな過酷な下積みを経つつも、1975年には NHK 紅白歌合戦で赤組応援団長も務めています。さらにその後も海原千里・万里の活躍はお笑い界だけにとどまらず、1976年公開の「トラック野郎」「望郷一番星」や、同年にフジテレビで放送された時代劇「銭形平次」などには役者として出演し、さらには歌手デビューも果たすと、同年に発売したレコード「大阪ラプソディ」は40万枚を売り上げるヒット曲となりました。その売れっ子ぶりは凄まじく、大阪の高級マンションで2人暮らしをしながら、若くして出前を頼みまくる日々だったそうです。またギャラの管理は海原万里さんが担当しており、 CM 出演時には手取りで300万円ものギャラが入ってきたことを明かしていました。しかしレギュラー番組も13本とまさに絶好調という中、1977年に上沼恵美子さんが結婚して芸能界を引退します。同年に芦川桃子さんも結婚し、翌年に子供を出産したことなどから、
事実上の引退となりました。この時、二人は周囲の芸人仲間から、もったいないと口々に言われていたそうですが、忙しすぎる日々を送っていたことも、芸能界を離れる要因となったようです。そんな芦川桃子さんの結婚相手は、夢大作さん。旦那となった夢大作さんは、コメディアンとして芸能活動をスタートしていますが、途中から協定評論家としての活躍が目立つようになります。そのため、現在は CS の協定番組をはじめとする、協定関連の仕事がメインとなっており、協定選手とも交友関係があるといいます。そんな夢大作さんと芦川桃子さんの出会いは、1969年のこと、なんと海原千里万里が初舞台を踏んだ大須演芸場でした。姉妹が楽屋に泊まって10日公演をこなしていた際に、後の旦那となる夢大作さんが、いろいろと気遣ってくれたのがきっかけだったそうです。さて、独身時代には姉妹で、高級マンションに暮らしていたという芦川桃子さんですが、結婚後の生活は裕福とは言えず、夫婦で6畳一間、ロロは五右衛門風呂という家に住んでいたといいます。そんな二人の家には、姑と喧嘩したという、妊娠中の上沼恵美子さんが、逃げ込んできたこともあったそうです。芦川桃子さんは、1978年に長女を出産していますが、その後のインタビューで子供が二人いると語っていたため、もう一人出産していることが分かっています。しかし子供の名前や学歴などの詳細は不明で、おそらくはどちらも一般人のため、身元を公表していないと考えられます。それからしばらくした1990年、上沼恵美子と芸名を改めた、海原千里さんの番組に出演する形で、芦川桃子さんも芸能界に復帰しており、以降は主婦業をしながら、たまに上沼恵美子さん関連のメディアに出演したり、2023年にはテレビ朝日のバラエティ番組、10万円でできるかな?にも、上沼恵美子さんと姉妹で出演しています。現在は神奈川県に住んでいるという芦川桃子さんですが、上沼恵美子さんとの共演でしか見かけることがあまりなく、現在の様子が気になっている人も多いようです。そこで調べてみると、過去には母親の介護をしていたということが分かりました。芦川桃子さん自身がインタビューで、2015年頃に母親が肝硬変になったと語っています。その際、多忙な上沼恵美子さんに代わって、芦川桃子さんが母親の身の回りの世話をしたといいます。そして2016年に母親は亡くなったそうです。また、2019年頃には姉妹間での金銭トラブルが、一部メディアで話題になったこともありましたが、一連の騒動を報じた女性週刊誌によると、上沼恵美子さんが金銭トラブルを機に、8年ほど疎遠になっていることを告白したといい、また同年に上沼恵美子さんが、読売テレビの情報番組、上沼、高田の釘付け、で、姉とずっと仲が良かったわけじゃない。結婚してから貧富の差があったんで、とコメント。不仲のきっかけは、援助に対する芦川桃子さんからの、お礼がなかったことだったことも明かしています。お姉ちゃんのご主人もタレントさんやけど、あまり活躍できなかったので収入が薄く、ずっと助けてました。せやけど、その時にありがとうも、うんともすんとも2から3年言うてけえへんかったから、ムカッとして、仲の悪い時期が8年くらいありました。と語った上沼恵美子さんに対し、芦川桃子さんは同件について、取材でこのようにコメントしました。確かに恵美子から、マンションの購入資金の一部をポンともらったり、コンサートの出演料をいただいたことはあるけど、ずっと仕送りをしてもらったわけじゃない。まるで、たかり、や、ゆすり、をしたかのように、思われているんじゃないかと思うとね。芸能関係者によると、芦川桃子さんは、上沼恵美子さんの収入を、当てにしていたというわけではなかったそうです。しかし、芦川桃子さんの、なんか仕事ないかな、という、つぶやきに反応して、上沼恵美子さんが、自身のコンサートへの出演などを、打診してくれるようになったといいます。ギャラも通常ではありえない額でした。それでも、芦川さんが、援助は当たり前、という、雰囲気になっていったそうで上沼さんが、それは違うやろ、と気分を害し、次第に関係が疎遠になった。事実、ある時期から芦川さんは、
上沼さんのコンサートに出なくなり、お姉さんはどうしたんだろうと、ファンは心配していましたと語る芸能関係者。しかし先日した母親の介護をきっかけに関係は修復し、今ではわだかまりも消えて、かつてのような関係性となっているそうです。芦川桃子さんは後に姉妹仲について以下のように振り返っています。本当は姉妹でお金の貸し借りはないのが一番いい。でも彼女はよく気が利く人だから、これ交通費と言ってくれたりする。誕生日になると私はパジャマとかを送るのですが、彼女は大きな胡蝶蘭。彼女は稼いできただけ苦労してきた。私やったらプレッシャーで病気になってます。確執とか不仲とか、妹がオーバーにネタとして話している部分もありますよ。わら、妹のことを誰よりも理解しているように。また上沼恵美子さんも2023年5月4日のテレビ朝日『徹子の部屋』に出演した際に姉との関係について語っていたことがありました。最近姉と YouTube をやって、お姉ちゃんも専業主婦になって45年、姉は孫も大きくなるし何もすることがないってくすぶっているんで、お姉ちゃん来ない、私の YouTube 出てよって来てもらって、私がちょっとした料理を作ったり食べてもらったりして、二人で人生相談やらせてもらったりして、それが案外好評でしてと笑顔を見せると、この頃頻繁に来てもらってるんですが、最初に来た時は本当に不細工で、年行ってどないしたん、来ないなるかと思ったとも語ります。1年やってみて若々しくなってきましたね。人前に出るのはやっぱりすごいなとしみじみ。結婚には親族親類全員が反対していたとされるも、姑と同居する中で夫婦喧嘩で飛び出して東京に住む芦川桃子さんのところに家出したことがあったことを語り、まあいい姉です、良い年の重ね方してと話しました。上沼恵美子さんは25年以上続いた上沼恵美子のおしゃべりクッキング解決恵美チャンネルが終わり、バラエティ生活わら百科からの卒業に続けて愛犬のベベが亡くなったことで悲しくて1ヶ月は泣いた時に味方が欲しいと思ったと言います。味方って言ったら家族とか子供や夫になるんかな。そうやけど私にとって夫が味方かどうかちょっとわからへんなって思ってたら、この間夫にすごいこと言われてね。例えば君が薬をやったとしよう。そうしたらスタッフや取り巻きの人たちがわーっといなくなる。誰もいなくなって残るのは僕と二人の息子だよって。それは嬉しかったね。でも私はそこにお姉ちゃんも入ると思ったわけです。そして続けて、敵味方って言い方はきついけど、年齢を重ねた時に味方って何人おるのか、それが財産なんよねと語った上沼恵美子さん。幼い頃から姉と相方としてデビューし芸能界で活躍してきただけでなく、結婚解散を経て別々の道を歩んできた二人だからこそ互いの存在の大きさを感じているのでしょう。一時噂されていた姉妹間の金銭トラブルなどもしっかりと話し合いさえすればすれ違わずに入れたかもしれません。しかしそれすら乗り越えたからこそ姉妹としての絆が輝いて見えるのかもしれませんね。ネットなどでは二人の漫才をもう一度披露してほしいという声もあるようです。今ではメディアへの露出が極端に減ってしまった芦川桃子さんですが、今や SNS を誰でも普通に使える時代です。上沼恵美子さんの YouTube にも時折出演していることや、また雑誌などでの姉妹対談インタビューもあることから、今後また違った活躍を見ることもできるかもしれません。舞台はどうあれ、上沼恵美子さんと息の合ったトークをこれからも元気に見せてもらいたいものですね。いかがでしたか。今回は上沼恵美子さんの姉である芦川桃子さんについて、上沼恵美子さんとの姉妹間トラブルや現在の様子などをご紹介してきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは。
また。